ん、あなたは通学路に何を感じましたか？何を言ってるのかな？伝わらない。もしかして日本語が不自由な方ですか？失礼だな。おい、かわいそうに同情された。まあというのはもっといて。置いといてじゃないんだ。私は通学路に殺意を抱きました。殺意か。で、殺意、お前は通学路に親でも殺されたの？初めて見る類のツッコミ。ツッコミが分析されたんだけど、めっちゃ恥ずかしいやんけ。そうなんだ。手術でもダイルを止めってよくない？うんしね。ということでゲームの紹介。運上おかしくない？このゲームは現在人気爆発中の恐怖オールバックのゲームだよ。見たらわかるよそんな。どんなゲーム内容なんだ？よくぞ聞いてくれやがったな。いやだったよ。なんでそんな急降下してったんだよ。単純にめんどくさかった。もう実況やめちまえ。気を取り直して戻してきなさい。ウッドレイム3号機。足のアンバランスなこと。それでそれで、肝心の内容はと言いますと、それが一番聞きたかった。この女の子が風で吹き飛ばされないよう連打するゲームだよ。そしてスコアを稼ぐゲームですね。それだけですか？そんなわけあるかぶっ飛ばすぞ。血の毛を？というのも時折物が飛んでくるんですね。そのものに当たると減速プラス大きく後退してしまいます。周囲も様々でカスタネットやら犬やら、キャベツやら、なんで？あ、見てください。偶然飛んできたヒヨコが膝を貫きましたね。そんなグロテスクじゃねえよ。ちなみにさっきのキャベツなんですけど、我々はこれを八百屋の狙撃と呼んでいます。八百屋ってそんな凶暴な職業なの？そうだよ。そうなんだ。常識だよ。なるほど。それではそろそろ締めましょうか。では皆さん、さようなら。画面外にさよならすなー。